ミッケル・モーゲンスター・ポールセン・ディスケルドは、ノルウェーと、アメリカが州国国籍のサッカー選手。元アメリカが州国代表。ポジションは MF。ミックス・ディスケルドの名でも知られている。この、ミックスのニックネームは、彼の母親が彼が歩き方を覚えている時にまるで、ミキサーのように力をあり余らせて、ュ中を駆け回ったことから名付けたものである。オスロで、 ノルウェー人の父と米国人の母の間に生まれた。フリックオスロ FK の下部組織に入った後に、地域のトーナメントの際にスターベクイフに発見された。2005年にスターベクの下部組織に入団、同時にノルウェーエリートスポーツカレッジに加入した。2006シーズンに、オットセンリーガエンに所属する B チームで選手として初出場、翌シーズンまで B チームのレギュラーを務めた。 2008年には U-19 のノルウェージュニアカップを制覇した。トップチームでは2008年のノルウェーカップベストフォス戦イフ戦で初出場。2009年のラマンガカップでスターティングイレブンに抜擢され第一試合開始2分で得点した。スーペルフィナーレン2009では控えとして出場しチームの勝利に貢献した。 2009シーズンの開幕戦ではベンチであったものの、第2節の SK ブラン戦で途中出場すると84分に、試合を振り出しに戻す得点をし、レギュラーの座を獲得していった。2011から12シーズン後半は、ジュピラープロリーグのカーヘントに、レンタル移籍した。2012年8月には同年末までの契約で、ローゼンボリビー系に移籍。 2012年末のポートランドティンバーズへの移籍が失敗に終わったためローゼンボリとの契約を延長した2013年のノルウェーカップ決勝では同点弾を打ち込んだものの結局その点は気休めにしかならずその後モルデー不敬に得点をされ4から2で敗れた2015年1月にはメジャーリーグサッカーのニューヨークシティ FC に移籍オーランドシティ SC 戦で 初得点を飾った。2017年3月、衣服ヨーテボリにレンタル移籍した。2018年1月、マンチェスターシティ FC に4年半の契約で移籍した。直後にヨーテボリにレンタルで復帰した。2018年7月18日、ウルサン現代にレンタル移籍した。 アメリカ合衆国代表でのディスケルド彼の母はアリゾナ州の出身であったので、ノルウェーのみならずアメリカ合衆国の代表も選択することができた。ノルウェーでプレーしている最中に、アメリカ合衆国 U-20 代表監督のトーマスロンゲンが彼に接触、アメリカ合衆国の身分証を持っているかと尋ねたところ彼は持っていると答えた。これによって2008年4月、 アメリカ合衆国 U-20 代表に招集され、北アイルランド U-20 代表戦で3アシストを記録した。その1ヶ月後には、ノルウェー U-18 代表として、アメリカ合衆国 U-18 代表と対戦している。2008年2月、将来の代表について問われると、どちらの代表でも気にしない、早いもの勝ちと発言した。 2009年3月に、ノルウェー U-19 代表で出場した。彼は、その後アメリカ合衆国から召集を受けそうではあった。ものの2008年のユース選手権以来召集がなかったと述べている。2009年5月、スターベクでの活躍によって、アメリカ合衆国 U-20 代表の合宿に召集された。しかしスターベクでのポジションもあり、 さらにノルウェーはシーズン中であったために、これを断った。しかしながら、翌6月にはエジプトに渡りエジプト U-20 代表戦に出場、得点もした。このエジプト戦によって、アメリカ合衆国代表への道を選択した、彼は、僕は、ノルウェー人であり米国人だ。両方の代表で出場したいけどできないね。と述べた。2010年に、 A 代表初出場。その後2013コンタカーフゴールドカップのメンバーとして、米国に優勝をもたらした。その後、2014FIFA ワールドカップのメンバーにもなったものの出場機会はなかった。代表での得点一覧。ありがとうございます。